ハイパーマックス S はストリートに求められる乗り心地と走りを楽しめる高い走行性能を追求したサスペンションシリーズです。フロントには高いハンドリング剛性を得られる単頭倒立式を採用、また低フリクション高耐久タイプの内部部品を採用することでしなやかな動きを長期間キープ。 PVS とデュアル PVS を使い分けてバルブ配置をすることにより最適化された減衰力特性と従来品より柔らかな当たりを実現したアドバンスバンプラバー採用により乗り心地と走行性能を高次元で両立、保証も3年6万キロと長く安心してご利用いただきます。新型 BRZ 用の紹介にあたって注目は旧型用との違いです。新型 BRZ はフロントにアルミナックルを採用し、リアスタビライザーのマウント方式も旧型と異なります。これらの変更点は GR86 とも異なっているとの情報から、 HKS ではそれぞれのこだわりポイントを尊重重視し、専用のセッティングを行いました。フロントのブラケットは大部分が旧型と一緒ではありますが、ホイールハウス内の形状や ABS ブレーキの取り回しなどが異なっており、キャンバーを寝かせていった場合や車高を低く設定した際にこれらホースハーネス類の干渉などの懸念があったため、 HKS では新規にブラケットを製作、多様なセッティングが安心して行えるよう設計しています。セッティングでは進化したシャシーに合わせリアの動きを抑え、高いスタビリティや純正を超える走り心地を追求しました。スプリングレートは様々なレートにてテストを行い、純正のバランスも参考にフロントに対しリアを1キロ高く設定することで最適な乗り味を実現。バルブ配置も旧型とは全く異なる設定で差別化。 PVS、デュアル PVS を使い分けることにより最適な減衰力特性を追求し、乗り心地と走行性能のベストバランスを実現しています。フロントにはキャンバー調整可能なピロアッパーを採用、出荷時キャンバー設定も走行性能に合わせ専用としました。出荷時車高は最低地上高と見た目を総合的に判断し、可能な限りローダウンしています。開発では純正17インチタイヤをはじめ、インチアップやさらにハイグリップなタイヤへのステップアップを想定し、18インチスポーツタイヤまでテストを実施。どの組み合わせでもマッチング可能な懐の深いサスペンションに仕上がっています。しなやかでたまらない HKS サスペンション史上最高の走り心地を新型 BRZ でぜひご体感ください。